先週しっかり見てました。見ててもやはりだからストロークショットは打たなくてもよかったんじゃないかなと思う、ね、しかし、はい、さあどうしますかね。ヒンギス粘って粘って今取られましたから、この欲しいポイント30中断です。本当にキレがない。ヒンギス2度目のジュースになりました。いやリードしてますけどね、よく耐えたで落としてファイナルに入ってるわけです。ダブルフォールトは6本目。やはりプレッシャーがかかる、勝ちたい、はい、自分のナンバーワンにですね、そういう方がやっぱりヒンギスもね、はい、やはり僕はセカンドセット悪い時に言ったのはキレがないって言いますよね。